断酒成功8月お酒一滴も飲んでおりません金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が定食長田後期でございます2018年9月の4日今日は5時44分朝10日でございますあのありがたいことにですねこれ金氏星取氷君なんですよね私のですね 今、ね、去年のです、ね、6月の、あのー、ここにありますけどです、ね、6月の16日からです、ね、禁止を開始しております、去年のですただです、ね、やっぱ月に1、2回は飲み寄ったんですよね、やっぱ特に暑い時なんか飲みたいですよね、ハイボールをですね。だからここうう。ややっっててでですすね、やっぱりいてるとがありますでしょ あここ,、えー、あこ1日から飲んでますね、<laughs> 17とかですね、やっぱちょっとやっぱ月1、2回飲んでたんですよね、はい、でですねあの実はあの6月頃かな、おもしろ本舗の川県社長の YouTube 見てです、ね、やっぱもう川県社長はです、ね、去年の6月から一滴も飲んでないと、でもう飲み会も出ないと。 ですね、で私も実は飲み会とかも出ないようにはしてたんですけどでやっぱり、もうでやっぱでもどうしてもやっぱ寂しやっぱ友達がおらんごうなんなとか思ってたんですよ、そしたらばもう、やっぱ川研社長ははっきりおっしゃいましたね、仕事に集中、でもうそれは受け入れましょうと。 ではあ、やっぱそうなんだな、やっぱこれがプロの姿勢なんだなと思いまして、ね、私もですね、えー、もうこれはいかんということで、8月からもう断種ですね、禁酒じゃなくて断種、はい、断種開始でございます。えー、ですから、もうかか、やっぱ行動を変えないと、結果が変わらないと。で私が今、えー 56ですからですね。もう60まではこの姿勢をですね。貫きたいと思いますね。はい、えー、仕事に集中ですね。で、なよりもですね。やっぱ禁酒酒を飲まないとですね。気持ちが安定しますよね。やっぱお酒はですね。 飲んでる時はハイになるけど、翌日鬱になるんですよね。僕もうこの差が大きいですよね。はいで、えー、落ち込まないで、あのー、内臓にもいいですからですね。やっぱ体も健康になるにも気分が落ち込まないと内臓と関係もあるでしょうね。それと二日酔いがない。これはやっぱ。 楽ですよね。あ特に朝、今早く起きてますから、やっぱ一つはあの私が禁酒したのは朝4時起きをするためなんですよね。4時起きると前の酒が残ってるんです、あっきりとですね。はいはい。で、仕事に集中と。ただですね、まあ、デメリットもあります。まあまあ、先ほど言いましたように、友達とのあれを一切カットしてますし、あとはあのもう映画とかもそういうのも一切行ってませので、ね、外食も行ってないですよね。外食行くと飲みたいんですよ。あ 炭酸、ハイボール凍らせてあるなのがこうバンッ,ッと。 これ飲みてえとか思うんですよよねあの生ビールでででも一緒ですよですからもう外食は行ってないですだからもうし,ょうしょうがないもうこれはもうしょうがないで甘いものを食べやっぱ食べるんですよねでですねやっぱ中性脂肪アップ体重アップですね <laughs> これは困ったなええー、とまあ 71.1kg 昨日で 71.1kg ですねお酒飲んでる時には晩ご飯を食べてませんでしたから酒だけ飲んでましたからですね6 8キロぐらいまであったんで落ちたんですけどですねただでも私はもうダイエットよりも禁酒の方を優先いたします 体のためにはその方がいいだろうと思いましてですねでダイエットローはまあ来年再来年の課題としてですねまずは今、断種に集中してですねであの仕事に集中したいと思いますえちなみにですね血液検査、私3ヶ月1回行ってますのでですねあ、まあ、それこの間は言わなかったな。<laughs> <laughs> はい、ではあのここまでですね。すいません。あの私のですね。あの男子ネタでございます。はい、でもただですね。もうこれからも談をしてですね。仕事に集中していきたいと思います。はい、ではここまでこの動画を見ていただいて、誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運、御発展、心よりお祈り申し上げます。